はい。東内です。それでは今日はちょっとびっくりさせられた面白い小説のこのご紹介です。地球万華鏡、大川総裁の書かれた小説ですね。で、この内容はですね、ちょっと頭を柔らかくして聞いていただきたいし、まあそうしないとこの真意が伝わらないんじゃないかと。 思うんですけど、まあ、とにかくびっくりさせられて、まあ、こんな面白い小説は読んだことなかったし、しかも内容的には新しい学びがいっぱい入ってると、そういう本だと思ってください。だからもう絶対読んだ方がいいという小説のご紹介です。で、全部で10編、えー、短編小説が入ってて、まあ、今日はもう全部は紹介できませんけれども、 この10編は、まあ、独立してるようでしかもどっかつながってるようでもあるというようなそんな短編小説集なんですね。で、えー、最初に私がんと思ったのはあのー、最近の天変地域へ天才のことが出てきてで、えー、熊本とか広島に結構 こう、このいろんな災害が多いということについて、何かちょっとこう、意味があるんではないかというような話と、それから、熱海に土石流が起きたことは、これ富士山のすぐ近くで起きたということであって、ということは、富士山が起こってらっしゃるんじゃないか。ということは、雨の御親神が、この日本人のこの信仰のなさに、とうとう、この、 お怒りをですね、発し始められたんじゃないかというような話が出てくるので、これは小説の中の一番冒頭のあたりに出てくるんですけど、まあちょっと目を引きました。それから、まあその最初の小説はなぜか日光少女があ出てきて、日光少女の裏手に瓦があって、まあ清流が流れてるんですけれども、 そこに現れた引き返るが、実は元人間であって、で、元東大を卒業して、もう日本で一番頭がいいんじゃないかとうぬぼれていた人間が、猛誤解を犯したために、真理を学んでいたにもかかわらず、その後、エンマ大王によって引き返るにされたという、まあそういう話が出てまいります。 盲語界というのは、不盲語、不悪苦、不良絶、不規語の盲語界ですね。で、このカエルが、女性に対して、まあ、横島の思いで盲語を使って、くどこうとしすぎたために、この女性が本気になって、恨んで、で、今度この女性も、エンマ大王によって、青大将に変えられてしまって、最後この引きガエルを食べちゃうみたいな。まあ、なんかそんな不思議な、 小説が出てきます。これ、カイツマンで言ってるので、ぜひあの本編読んでいただかないといけないんですが、まあ、そんな不思議な話が出てきたり、次もっと不思議だったのは、この、大山 u f という名前が出てくるんですね。大川流行。大山 u f ですね。全部じっと名前が少しずつ変わってるんですけど。で、その奥様が、遠藤司法 近藤司法っていう方が出てきて、で、この奥様が最近、狐霊界の力が強くなりすぎてるので、狸霊界の方を、この、もう一回、えぇ、ー、を入れるために、この徳島に戻って、狸を集めて、リーダーを集めて、強化合宿をするために、しばらく家を開けなきゃいけないみたいな設定が出てきて、だから、 その家に大山 UFO のもとに奥さん代理を置いていってそれが深瀬すずという若手女優だったと深瀬すず広瀬すずなんかそんな設定ですね、まあ、驚くべき設定でこの深瀬すずが若くてもうド直球でまあいろんなことを提案してきて大山 UFO を驚かせるんですけどでもその後で 実はこの深瀬すずは、その昔、エローヒムの娘であった、なんだったっけセムローゼだったっていう、まあちょっとこれもまた驚きのですね、話が出てきて、まあ小説の中ではありましたが、そんな話が出てきたりします。しかもこの、 深瀬鈴は、生き量を撃退する力を持ってるらしくて、最近この女優とか歌手が、大山 UFO のもとに、生き量として現れて、まとわりつくのを撃退するような、そんな働きもしていたらしいんですけれども、ちょっと前に、この、西山慶子の、という、これ北川 というような女優がですね、ウィッシュという、なんか、あの、タレントと結婚するのに迷ってる時に、大山 UFO のもとによく現れてて、この西山慶子はその昔、歌読みの歌人で、花の色は映りにけりないたずらに、我が身世に降る眺め瀬島に、なんて歌を読んでいた人で、これ、小野の小町ですよね。 で、その、お、お、お西山慶子が最後、大山 UFO に歌を送ってよこして、それが、燃え上がる、玉の尾の炎をいたずらに、神ならぬ実を焦がして果てなむ、という、これどう解釈しても恋い歌にしか聞こえなくて、あんまり解釈しすぎると危険なので黙ってたら、上村姫子という、 うその事務総長をしている女性が、その元は大和朝廷の女神だった、女帝だったらしいんですけど、その人が戦の装束を着て、大山 UFO のこの寝てるところに霊的に現れて、警護に入ったと。西山警護に襲われないように警護に入ってるみたいな。えー、その本当の姿はなんかこう、ゴジラ型、 の宇宙人だったみたいなですね。まあ、なんかそんな話が出てきたり。まあ、ちょっと頭柔らかくして聞かないと絶対いけないと思うんですけど。ただその中に何らかのこの真実も入ってる感じ。それから次に、このアマテラス大神の話になって、アマテラス大神がなんかこう背後に背後に回ってくる妖怪がいて、背後でなんかお茶飲んでるような妖怪がいて、 アマテラス大神は光をこうストレートに出すタイプなので、後ろに回られると光が当たらなくなって困っていたところ、この霊界のヤタガラスを呼んで、くちばしで急降下攻撃をさせようとしても、動きが早くてすぐ後ろに回るので、手を焼いていたわけですね。で、しょうがないので霊界のお釈迦様のところに行って、お釈迦様もだから、あの、リクライニングブッダの格好で、 なんかあの、ぬいぐるみを抱いてるみたいな、その愉快なお釈迦様が、あ、だったら、あの、あなたの得意な鏡の方で鏡を組み合わせたらいいじゃん。まあ、そんな口調なんですけど、っていう形でアドバイスをして、で、帰ってきて鏡を組み合わせると光がぬらりひょんに当たって、このぬらりひょんが実はその正体は土雲であって、土雲といえばですね、鬼滅の刃の話の時出てきた、 この正体だったんじゃないかと思うんですけど、このヌラリヒョンが、この土雲がマトの悪さをしている一番大元なんだっていう話と、それから妖怪の総大将だったんですかね、確か。なんかそんな元締めみたいなあー立場で。ヌラリヒョンって頭の大きなおじさんみたいな妖怪で、ちょっと頭の後ろがこう出てるような絵が出てますけど、ちょっと ちょっとあの、スターウォーズのヨーダに似てなくもないなと思いましたけど、そのヌラリフォンをですね、えー、ただこれをその鏡の方で、えー、組み合わせて対峙することに成功して、で、捉えて、で、最後、カラステンゴを呼んできて、ヌラリフォンとディベートをさせることによって、霊力を弱らせることに成功して、最後、裏世界に封印したみたいな。 なんかそんな話が出てきたりですね。一体これ何を読み取れと言われてるんだろうかっていうような感じの話ですね。それからさらにヤイドロンさんの話が出てきて、で、ヤイドロンさんはですね、まああの、宇宙、ヤイドロンさんは、ん宇宙防衛軍の、まあ、中心なんですよね。 で、宇宙防衛軍っていうのは、ヤイドロンさんと、アーレゴールさんと、メタトロンさんが中心なんですけど、で、何から守ってるかと言ったら、この、四皇帝、毛沢東、習近平ラインというのがあって、で、ここに、えー、裏宇宙の横島なる存在のアーリマンとかカンダハールが介入してきてると。で、アーリマンというのは、このご存知、ゾロアスターが侵攻していた、 この光の神、アフラマズダと戦ったあの闇宇宙の存在。それからカンダハールは、まあ、その下で、まあこの悪い軍師みたいな直接手を下すことをやってて、で、疫病を流行らして、昔はペストを流行らして、ヨーロッパの人口を激減させたり、今回コロナにも関わったり、あるいはサイバー攻撃を仕掛けてみたり、 気象兵器を使っていろんな地震とか山火事を起こしたり、あるいは、うん、なんか人口通貨を使って、この世界恐慌を格作してみたり、あるいは、LGBTE を流行らせて、これで地球の価値観をこのおかしくさせようとしてみたり、まあ様々な悪さをする、してるのがカンダハール。で、 これと戦った宇宙防衛軍はですね、この、様々な銀河で、この横島なる存在を撃退してきて、打ち勝ってきたというのが、正しい宇宙史であって、宇宙の歴史であって、そして今も、ヤイドロンさんたちは負ける予定はない、っていう話が出てきます。これ最後はちょっと意味深な、ちょっと光が見えてくるような話でしたけれども。 八重殿さんの話が出てきたり、それから、今度最後に登場するのは草津赤鬼で、草津の赤鬼さんがどんな素性だったかという新しい情報が出てくるんですけど、この行基がですね、行基は菩薩以上の霊覚だということで、行基さんという名前でしたけど、行基さんが草津の温泉を開拓に行くときに随行してきた弟子の一人がそうで、 そのお弟子さんはその昔奈良の大仏を建立するときは大工の棟梁的な立場だった人でその人が草津の温泉を開いたときここを当時場にするようにしっかり守りなさいという命令を受けてそこで守ってるのが草津赤鬼さんの素性だったというこの新しい霊界情報が出てきますで草津赤鬼さんはこの生きを 対峙する仕事をしてくれていて、で、宇宙の、あの、中国の悪魔たちもこれ、疫病でやるんですけど、えー、内部の疫病に対しても様々に仕事をしてくれてて、何やらこの大企業病になったり、官僚病になったりして、何か、あまり、えー、実質的に働かずにぶら下がろうとしている、この幹部書士を、 この、生き量が、生き量でやってくるのを、この、撃退したりとか、あるいは家族で、この、金銭とか、権力をもらおうという、この不定な輩の家族がいるのを、これを追い払ったりですね。金棒で水平打ちすると、生き量が撃退されていくという力があるらしくて、で、ヤイドロンさんの、 この電撃一線を使うと、ちょっと内部の人たちの力量を、この撃退するには強すぎるので、そういう時には、草津赤鬼さんがすごく重宝するということで、このヤイドロンさんと草津赤鬼、もう一つは道貞子にゃんにゃんは、この中国の、あの、リーダーのこの悪魔たちを、この撃退する力があって、この人たちが、まあ、 自衛隊とか、サッと特殊部隊に当たる人たちで、まあ、微妙にこの仕事の分担をしながら、この助けてるんだっていう、大山 u f っていうふうな話が出てきたりですね。いや、本当になんかこう、ここまで書いていいのかなっていうような話が次々に出てくる、びっくり面白い小説が、この地球万華鏡であります。 で、今紹介したのは全部じゃなくて、まだそれ以外にも様々な、ああ、話が出てくるので、心理を学習してる人は、私は絶対に読んだ方がいいというふうにお勧めしたいと思います。面白くおかしくしながら、我々自身にもですね、なんかこの硬くなって、単に真面目だけで考えてたんじゃダメですよって言われたような自己変革を、 我々にも迫ってるような本だと思えるし、まあ、様々なものに何かメッセージがちゃんと入ってて、しかもエンタメとして第一級的に面白いという、そういう地球万華鏡をぜひぜひ読まれることを心からお勧めして、本日の動画とさせていただきます。本当にびっくりしました。ありがとうございます。